ルワンダは、アンゴラの首都、同国最大の都市で、アフリカ南西部の大西洋に面し、アンゴラの主要港であるとともに、行政の中心でもある。約450万人の人口を要し、ルワンダ州の州都である。なお、小惑星のルワンダは、ルワンダにちなんで命名された。1883年のルワンダ中心部ルワンダは、1575年に、サンパウロデルアンダとして、 パウロディアス・デノバイスの率いるポルトガル人によって植民され、アフリカ黒人奴隷の重要な輸出口となった。1641年オランダの西インド会社軍によって占領されたが、1648年にはブラジル植民地軍によって脱回されている。奴隷供給源の喪失はブラジル植民地にとって大打撃だったからである。 ブラジルとルワンダの結びつきは強く、1822年のポルトガルからのブラジル帝国独立時には、ポルトガル領アンゴラをブラジルの植民地とする動きさえあったが、1850年代までになされた奴隷貿易停止と、1888年の黄金法制定によるブラジルにおける奴隷制廃止によって関係は消滅した。1961年からアンゴラは、 ポルトガル軍と独立戦争を戦い、1975年のアンゴラ独立後、多くのポルトガル系アンゴラ人が街から去り、アンゴラ独立戦争時にアンゴラ解放人民運動の革命軍を支援したキューバ人が取って代わった。キューバ人の多くはキューバ軍の兵士であった。ルアンダにはローマカトリックの大使教座が置かれている。また、アンゴラ大学、 17世紀に建てられた砦である、サンミゲル要塞、旧ポルトガル総督府などがある。ルアンダの住人は主にアフリカ系民族であり、住民にはオビンブンド人、キンブンド人、コンゴ人が含まれる。アンゴラの公用語はポルトガル語であるが、たくさんのバントゥ語に関連した土着の言語が話されている。ヨーロッパ系の住民はごくわずかである。ルアンダの都市人口の水位グラフ。 20世紀後半から人口が急増している。赤道に近いが、寒流のベンゲラ海流の影響で、降水量が少なく、ステップ気候に属する。産業には、加工食品、飲料、織物、セメントや他の建築資材、プラスチック製品、金物、タバコ、靴の生産が含まれる。近郊で産する石油の生成所があるが、この施設は内戦の間、繰り返し被害を受けた。 ルワンダには、素晴らしい天然の港があり、主要な輸出品目には、コーヒー、麺、砂糖、ダイヤモンド、鉄、塩がある。市内ルワンダ鉄道の出発地である、ルワンダにある、サッカークラブ、アンゴラ、ルワンダニュー。ケントロでインベスティガチオニズフィタスシャロジェコス。2013年1月8日、閲覧、アベレージコンディションズルワンダ、アンゴラ。 BBC ウェザー2013年1月8日閲覧ありがとうございます。